釣りの初日を迎えましたが、いや本当ですね、天候にもね恵まれて、まあ、ちょっとこう釣り日和というか、まあ、今日は東京湾のアジを狙っていくわけなんですけれど もうめちゃくちゃもう楽しみにしてやってまいりましたので、僕は昨日ね、昨日というかもう今日ですけれども、目覚まし時計かけてたんですけど、楽しみすぎてその目覚まし時計の2時間前に起きちゃったんですよ。だから、ね、今若干ちょっと目がしばしばしてるんですけどじゃあ目覚まし時計意味なかったですね。全然意味なかったんですよ。純烈メンバーがね、やっぱり僕が釣り好きなのすごく知ってるんですよ。で、多分皆さんもご存知の通り、純烈メンバーがもう激しくですね、もうせっかくね釣りビジョンさんのオファーが来たんだから、もうお前レギュラー取ってこいぐらいの勢いでね送り出されましたんで、だって他のメンバー今テレビ出まくってるんですよ。僕だけですよ仕事ないの本当。じゃあもう釣りビジョンでレギュラーでいきますか。当たり前じゃないですか。純烈のメンバーからかなりプレッシャーをかけられてるみたい。ゆうちゃんも大変だな。メンバーの期待を背負ってゆうちゃんが今回狙うのはアジとタチウオなんだって。うわー楽しみ。やっぱりねアジっていうのはそのビギナーの方とか、やっぱファミリー層とか、そういった方にも結構アジってポピュラーな魚じゃないですか。だからこう釣りやすかったりとかするので、僕は結構アジ釣りすごく好きで、やっぱこう食べても美味しい、やっぱ味がいいだけにアジっていう風にね言われておりますけれども、まあ本当にそれぐらい釣ってもいいし食べてもいいみたいな、絶妙な目標を立てたいなと。こう絶妙な絶妙な100匹じゃあこうしましょう。間を取って50匹にして、でサイズは40センチいきますか。やめましょう、38センチにします。今日の目標はアジ50匹、そして38センチ以上の大物を釣ることだって。よろしくお願いいたします。ちょっと頑張って釣っていきたいなというふうに思ってます。ということで純烈フィッシュカッコ仮スタートです。やる気満々のゆうちゃんがやってきたのは神奈川県小芝港。この日は日曜日ってこともあってお客さんもいっぱい。ゆうちゃんがお世話になるのはみきまる釣り船店。ビギナーでも安心して楽しませてくれる人気の船宿なんだって。いやじゃあ早速の乗り組みたいと思います。大きなお船ですね本当にね、いやたくさん人がいらっしゃいます。よいしょ、仕掛けの方もつけましたんで、これであとはもうこちらにですね、今日はこちらの餌かな、まあ、イワシのミンチになりますけれども、こちらの方をですねこのコマセカゴに、まあ、ビシって言うんでしょうかね、これに入れまして、まあ、それでここにこの針にですね、まあ、こちらのイカタンってやつですね、はい、まあ、こちらを刺して、東京湾のアジちゃんを狙っていこうということでございます、はい、うわ船に乗ったことはないんだけど気持ちよさそうだな。優しい船長さんが何でも教えてくれるから安心ね。すでに楽しそうなゆうちゃん、釣りをするポイントもすぐ近くみたいだし、ファミリーで釣りをするにはおすすめってことね。いや早くちょっと釣りしたいですね。もうあそこでね別の船の方がやってますけれども、さっきちょいちょい見てるとアジがね結構ちょこちょこ釣れてますんで、ちょっと早速餌をつけていきたいなというふうに思っております。まあ、先ほどのね、今この赤タンを、まあ、針につけて、まあ、こんな感じでね、やっておりますけれど狙っていきたいと思います。このねビシカゴに
先ほどのイワシミンチちゃんをね、よし、まあこんな感じで、さあじゃあということで第1投目いきたいと思います。記念すべき、本当ですよ、記念すべき、記念すべき第1投目、1投目で見事アジが釣れるかどうか、行ってきます。あれですね、左にこう潮が流れていきますね、こうやってね。まず仕掛けがそこについたら1メートル巻き上げてからコマセを振ってアジを寄せるの。そしてさらに1メートル上げてコマセの煙幕の中に餌が入るイメージで待っていればアジが釣れるんだって。5、6、7、10秒かかんないぐらいでもう着底しましたね。まあ着底して上げて、このね、井戸ありますけど、ここに目印があってね、これは1メートル間隔でありますんで、これに間隔合わせて1メーター2メーターみたいなで、しゃくってもう一回しゃくって、あんまり大きくしゃくっちゃうとですね、あ、来た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 、え、もう釣れたみたい。おお、いいですね、やっぱりアジちゃんのこのなんていうの、小気味のいい当たりっていうんでしょうか。ああ、ぶっ、うおー、よいしょー、釣れました。2投目で1匹釣れました。いやー、いいアジちゃん、いいですね、ありがとうございます。記念すべき純烈フィッシュ第1号。いや本当ですね、純烈フィッシュですよ。うわー、東京湾のアジってこんなに簡単に釣れるんだ。いやー、やっぱ最高っすね。やっぱりまだ 5分しか経ってない。改めて目標は何でしたっけ。50匹です。サイズは38センチ。なんで38。いや、なんか40だとちょっとでかすぎるかなと思って、さすがにちょっと無理はあるだろうと思って。今当たりましたね、来ましたね。やっぱこうアジ釣りの魅力ってこう何でしょう、飽きずにコンスタントに釣れ続けるっていうのがいいですよね。だやっぱこう家族連れの方なんていうのは、お子さんなんかはね、やっぱこう楽しんでずっと釣れますよね。ほら、もうこれ見てください。もうちょっとギリギリ縁の皮一枚みたいな感じになってますね。初心者の方とか結構来たっつって大汗でバーンってやっちゃったりとかするんですけど、それでも口が弱いから、それでプチンって切れちゃっていなくなっちゃうみたいな、結構あるあるなんで、まあかかったとしてもこう焦らずね、釣っていただければと思いますけど。朝からいいペースで釣り続けるゆうちゃん、大好きなアジ釣りを思いっきり楽しんでるみたいね。よいしょ、続々と周りに来ましたね。いやー、たまりませんよ。よいしょ。そういえばゆうちゃんはどうして釣りが好きになったんだろう、気になるな。
釣りを始めたきっかけは、僕の地元の、まあ、二公園の先輩がいるんですけど、ちょうど家が、目の前で、その二公園のお兄ちゃんがすごく釣り好きだったんですよね。でそのお兄ちゃんに連れてってもらったのがきっかけ。あの口細とか、あと手長エビとか土壌とか、そういったものをこうすくって、で家に持って帰って鑑賞したりとかして、そういったなんか遊びをしてたんですよね。でいつの頃からかそのお兄ちゃんがずっとその川釣りをやってて、でそれで連れてってもらって、そこからこうハマってしまって、ずっとこうやってるっていうのが初めのきっかけですね、はい。自分で釣って自分でさばいて、でやっぱ食べてみてすごくやっぱ感動したし、こんなに美味しいんだなっていうので、やっぱり釣っても楽しいし、さばいても楽しい、そして食べて美味しいっていうのがやっぱすごく魅力だなと思ってずっと続けてるんですよね、うん。小学生の時から釣りを楽しんできたゆうちゃん、この日ものんびりとでも真剣にアジを狙っています。これ38センチって相当でかいですよね。なかなかこれちょっと奇跡が起きないと釣れないんじゃないかってちょっと思ってきましたね。だいぶハードル高いですね。ちょっと言うてしまい、言うてしまいました、言うてしまいましたからね。いやでも信じましょう。38センチ。純烈は面白いし本当に仲がいいのよってママが言うんだけど、どうやってこのメンバーが集まったのかな。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。